あら、分かってるわね。じゃあ、お言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。ここの看板でもあります。普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージがありますよね。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。無評花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると凍傷を起こすので気をつけてくださいね。本当にこれにするつもりですか？少し変わっていますね。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？私の意見ですか？ あまりセンスに自信がないので店長のフローラさんに聞いてみてはどうでしょう。あ、でも一つだけ気づいたことがあります。リサさんの帽子にある花はバラのようですよ。このバラはとある商人からつい先日仕入れたものです。店長はこの花を好きな人がいるかもと言っていました。今はこの一束しかありません。リサさんが好きそうな花を知りたいの？リサさんのことはよく知らないけど、とても上品なお姉さんだってことはわかるよ。そうだね。セシリアの花がおすすめかな。セシリアの花？店長におすすめされたんですか？育てるのに手間がかかりますし、私もうまく育てるのに苦労するんです。まあ難しいからこそセシリアの花は貴重なんですけど。これでいいのか？リサさんへのプレゼントですか？このバラはこれでいいのか？いろいろと考えてくれたのね。それとも茨の魔女という名前を聞いたことがあったのかしら？モンドに戻ったらもう新鮮なバラを見る機会はないと思っていたけど、これはいい兆しになるかもしれないわね。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？